西鉄7000系電車は2000年に製造された西日本鉄道の通勤軽電車。本校では2003年に登場した西鉄7050系電車についても記述する。7000型は老朽化していた元特急車系、車両線系の置き換えと天神大牟田線、花畑大牟田間普通列車のワンマン運転開始に伴う天城大宮の神大牟田間の 直通運転を目的として6050型をベースに、性能の向上とコストダウンが達成されたとして、2両を編成2本が製造され、2001年2月17日に、天神大牟田線で営業運転を開始した。その後、2001年度末までに2両編成11本が製造された。七千五十型は、七千型とともに、あま大牟田間の直通ワンマン列車に、 使用されていた600系の置き換えのため2003年2月に2両、編成9本が製造された。7000型とは、側面の扉配置及び内装が異なるが、台車、機器などの基本構造は、ほぼ同一である。両形式同士また、6000.6050型と、並結しての運転が可能である。なお、2020年より7000系の車体更新、機器更新を実施。 1> 7 1 0 2編成が2020年9月26日より、車体更新、機器更新を実施し運転開始。内容は大きく次のようなもの。7 0 0 0系7 5 0 1 7 1 0 1 7 5 0 6 7 1 0, 0 6車体先頭部は5000型や6000型から、続いたデザインを一新し、左右対称の前面窓の部分は両端とも、パノラミックウィンドウとして、視界を確保し、 その周りを黒で縁取っている。貫通式構造で貫通扉は本形式より運転台側にオフセットされる。前面窓の真下に西鉄では初となる全照灯、微灯の一体型ランプが設けられて遠位は各社とも130人である。座席は片持ち式の6人掛けのロングシートである。座席モケットの色はワインレッドで連結面の優先席は 青色となっている。また、定員着席を促すために、座面形状はバケットタイプとなり、座席中央には、スタンションポールを設置している。連結面には、バリアフリーの一環として車椅子スペースを設置し、床面を滑りにくい形状としている。2003年から2005年にかけて7050型と、同等の LED 式旅客案内表示器を、 客用扉車内側上部に増設した。客用扉の車内側はステンレスム塗装仕上げとされた。また、両端客用扉に掲出してあったワンマン電車のご案内のステッカーが2020年10月1日より施行実施された天神大牟田線、水間、銀水間及び天城線の駅管理体制の見直しにより撤去された。なお、中間の扉に掲出してある ワンマン運行時この扉は開きませんのステッカーは掲出されている。客室の窓にワンマン運転区間の路線図が貼り付けられている。ワンマン運転に対応した構造となっているが、整理券発券機運賃箱、運賃表示器などは設置されていない。運転装置運転台は6000.6050型に準じたデスクタイプの T 字型ワンハンドルマスコンを採用しており、 ワンマン運転時の乗務員の移動性を考慮し、平床式運転台としている。運転席は8000系統で採用されている音声、合成式自動案内放送装置とカラーディスプレイ表示の運転支援装置を装備している。また、本形式より空調設定についてはカラーディスプレイで設定を行う。運転台前面には、左から、走張り圧力計、時計置き。 速度指示計、速度調査表示、低速、扉閉短落、扉閉の表示等、カラーディスプレイ、限定扉表示等となっている。また、ハンドルの左右にインターホンが設置してあるが、左が運転指令、右が車内非常通報装置と会話ができ、車掌また運転士とは左右どちらを使っても良い。また、車内よび車内外への放送が可能となっており、 これは後に登場した3000系、9000型でも同様となっている。本形式のみ、天城線を運行するため、車両速度制限装置を搭載している。2019年12月より運転士支援システム、GPS トレーンナビ導入に際し、車載端末装置を差し込む、取付金具を運転台向かって右側に新設。運転士支援システムの導入はその後、 台車、機器台車は6 0 0 0系6 1 5 7編成で、採用された、ボルスタレス台車キロワット161、キロワット162の改良型であるキロワットマイナス 161A、キロワットマイナス 162A を採用しており、6157編成より搭載された、増粘着噴射装置が本形式より、すべての編成に搭載している。 制御装置には西鉄では初めて半導体素子にイベットを用いた東芝製 VVVF インバータ制御が採用され、静止系インバータと一体化され、床下機器の小型化が図られている。主電動機 C-385 の定格出力は 170kW で、軌道加速度時速 3.0km、S。 最高速度時速 120km のスペックを有するが、連結面側の台車の中央寄りの車軸には、電動機を装備しない 1C3M 方式を採用しているため、起動加速度時速 2.6km、S、最高速度時速 110km にでチューンしている。パンタグラフは、下枠交差式2機をも7100に搭載する。連結機は6000系。 6050型と同様の電気連結機付き回り子式密着連結機を装備するが、非常時に備え、5000系以前のトムリンソン式密着連結機装備の車両と連結するためのアダプターが装備されている。7000型からの設計変更点7050系7153から75537050型では、客用扉の配置が片側3扉とされた。 客室側窓は7000型と同様の構造であるが、3扉とされたため扉間に2枚ずつ配される構造となっている。座席は7000型と同タイプであるが、3扉とされたことから、扉間は10人掛け、車端部は5人掛けとなった。さらに客用扉上部には、LED 式案内表示機が設置され、車椅子スペース部の壁面にはヒーターが設置された。また、 乗務員室には、車椅子乗降用のスロープが常備された。また、発車予告ボタンなどのボタンスイッチ類の取り付け部分の形状が変更されている。また、7000型と比較し、全面貫通扉の窓の位置がやや上に取り付けてある。それ以外の部分は、ほぼ7000型と同一構造である。両形式とも、 制御電動車の MO7100 と制御付随車の空7 5 0 0の MT ヒージ1の二両固定編成で、中間車はなく、下り側にも7100、上り側、打財布、甘木方に空7 5 0 0を連結している。MO7100 は、床下に VVVF インバータ制御装置、補助制御装置、トランスリアクトル、暖流器を装備し、屋根状に下アクコー型パンタグラフ2機設置し、 全面に貫通ホロを装備している。空7 5 0には電動空気圧縮機、ブレーキ装置、蓄電池、非常連結機箱、補助制御装置などを装備している。車両番号の末尾2桁の数字は7000型が01から11、7050型が51から59となる。天神大牟田線、天城線、太宰府線の全線、全区間で運用されている。 天城線では全列車が7000系、7050型により運転されている。そのうち、西鉄福岡西鉄二日市間、西鉄二日市田財布間では4両編成で、天城タイルの人間では2両編成で、西鉄二日市大牟田間では2.4両編成で運行される。ただし西鉄二日、市マイナスグルの人間で2両編成で運行される列車、 大前寺大牟田間で4両編成で運行される。列車は一部の時間帯のみとなっている。通常は、福岡西鉄2日、市、福岡地区市、福岡大前寺、西鉄2日、市田財布間の普通電車として4両編成、宮野寺、大牟田間の普通電車として2両編成で運用される。6両編成での運転は通常は設定されていないが、車両運用の都合。 数年前までは正月ダイヤの運行時に上までに行われる場合がある。二両編成での運転の場合はワンマン運転、ツーマン運転どちらも行われているが4.6両編成ではツーマン運転のみ運用されている。ワンマン電車として運転される二両編成の車両のほとんどは柳川車両基地にて出入庫が行われるため全般検査、重要部検査など 大きな検査でなければ、本形式は柳川車両基地で検査が行われる。7000型は落成当初は2本の編成を連結した4両編成の状態で普通列車に使用されていたが、2001年11月10日のダイヤ改正から天城大無田間の直通運転が開始され、600型とともに同運用にも使用されるようになった。その後7050型が増備されたことで、 同運用の600型を全面的に置き換えた。2018年4月時点での定期運用は、普通列車のみで、ダイヤ乱れやトラブルが、発生時など特別な事情を除いて、特急、急行列車には充当されない。2014年の7050系、コスモス電車久留米市などとの連携企画で、2014年から2017年まで、毎年秋に7050系に編成に、 同志の市花であるコスモスをデザインしたラッピングを施したコスモス電車が運行された。水間郡大木町との連携企画で7050系7155編成に2017年2月から5月11日まで3000型に施されたのとほぼ同じデザインのラッピングを施し大き族ラッピングとして同年4月より運行されていた。福岡県警察などより 毎期に実施される全国交通安全運動や春や冬の時期に実施される事故防止特別総点検、年末年始輸送安全総点検などを実施している。期間は専用ヘッドマークが掲出され運行される。令和2年度年末年始輸送安全総点検実施中は7159編成に掲出。西鉄7050軽電車に関するカテゴリー。 ありがとうございます。